アウトロ昨年6月に執筆を開始したこの SF 小説は私たちにとってかけがえのない大切な作品です。私ではなく私たちとしたのは物語のベースとなった4年前の実体験で深い思い入れがあるからあの貴重な体験を含む今日までの日々は決して平坦な道のりではありませんでしたが2年間のリハビリを経て こうして無事に書き上げることができ、心から嬉しく思います。2020年6月某日、私のツイッターアカウントをフォローしてくれていた大勢の中に、ガザで暮らす一人の女性がいることに気づいた私は、なんとなくその存在が気になり、一通の DM を送りました。はじめまして。元気と、彼女からの返事は、 はじめまして、お返事をくださってありがとう。私たちは、この対話をきっかけに、毎日のようにメッセージを交わし、互いの素性や生活の様子、困り事や悩み事を伝え合い、いつしか、とても大切な友人になりました。また、Facebook で出会ったガザ在住の門う一人方は、 武装勢力に抗うレジスタンス活動をしている若い男性でした。大学でしっかりと勉学に勤しんだ彼でしたが、不安定な社会情勢の中、就職することは叶わず、毎日の食事すらまともに取れない状況、時折行われる抗議行動にも、怒りと嘆きをたぎらせながら、涙と血を落とし、参加していました。悲しいことではありますが、 おはよう。昨夜は眠れたいつもありがとう。日本で暮らす大切な友人。昨日から、また爆撃が始まった。子供たちは遊んだり勉強できてる息子は足の具合が良くないせいか。最近寝込んでて心配。遠く離れてるけど、あなたたちのそばにずっといるから、少しでも安心して。SNS で。 いろんな国の人たちに助けを求めたけど、こんな風に優しくしてもらえたのは、初めて。私も裕福ではないけど、生活の足しになるよう少学を毎月送るから、ご近所の方々と分けて、心からどうもありがとう。おかげさまで久しぶりに、家族や友人と食料を分けることができたわ。仕事に就くことが難しいのであれば、 私の仕事を手伝ってくれる記事を書いてほしいんだ。私もあなたにガザの球場を世界中の人たちへ伝えてほしいから写真を撮って記事を書くわ。今週もレポートを送ってくれて嬉しい。とても悲しい内容だね。ウェブサイトへ掲載したよ。気分はどうだいくれぐれも落ち着いて君や子供たちの未来のために 危険は犯さないでね。こんなの絶対に許せないよ。僕たちはなぜ、こんな風に痛めつけられるんだ。おかしいよ。君へ送る支援金は、近しい方々と分け合って、生活物資を手に入れるためだけに使ってほしい。先週の講義集会で、日本の国旗を掲げたよ。みんな喜んでた。僕たちは一人ぼっちじゃない。 どうかお願いだから、武器を手にすることだけは絶対に避けて、君も相手も傷つけてしまう。2020年12月傍日、先方の置かれた苦境や、抜本的な手立てを講じることができない苦悩から、私は心に深手を負い、資金的にも彼女たちを援助することが難しくなり、静かに身を引きました。少し休めば回復するだろう。 国内外の人道支援団体など、こうした課題に精通する専門家の皆様へ、彼らを助けてください。と陳情書も送ったのだから、きっと大丈夫。そう信じながら、あの半年間、稽なコミュニケーションを彼らと重ねたことで、私自身、随分成長しました。老い立ちや暮らしぶりはまるで異なっていましたが、 当たり前の何気ない対話をたくさん通わせて、素直な気持ちで話し合い、迷いや願いを共有でき、お互いに心の内側を共鳴させることができ、私は嬉しかったです。中国やロシア、トルコやアルゼンチンで暮らす友人たちと、同じように、地球から紛争や戦争がなくなり、友人たちが安心して暮らせる日が訪れることを、 接合します。2024年4月23日、紫正門。